はいどうも、新一おじさんです。今回は京急の小安駅に来ています。京急は上り下りともに1本ずつの複線なので、普通列車が駅に停車してから快特なんか優等列車が追い抜いていくんですけど、ここの小安駅では違った現象が見れます。普通品川行きが来たんですけど、駅に停車する前に快特青戸行きに抜かれていくんですね。内から快特一気に差し切ってゴールイン、そんな競馬実況したくなるような場面ですね。他の京急の駅、平和島とか鶴見駅なんかはちゃんと第一線に列車が入線して停車してから快特とかが通過していきますもんね。この小安駅とそのお隣の神奈川新町駅の間だけ上り線が実は2つあるんですよね。複線じゃなくて単線区間になっているんですよ。時系列が少しずれるんですけど、小安駅へ向かう時の映像なんですが、横浜から普通神奈川新町駅に乗り、神奈川新町で待ち合わせしていた神奈川新町初の品川行きの普通列車に乗ったんです。小安駅は神奈川新町の次の駅なので、この電車の方面展望で参戦区間を見てみたいと思います。このようにね、京急は複線なんですね。この先の方を見ても分かるように上下1本ずつなんですね。普通品川行きが発車しました。同時に先ほどまで乗っていた神奈川新町止まりの電車も引き上げ線へ動き出しています。今乗車している普通品川行きは上り本線上なんですけど、このまま本線上小安駅手前まで行くのかと思いきや、神奈川新町を出てすぐに対比線側へ転線するんですね。一瞬ぶつかると思ったんですけど、あちらの電車は引き上げ線の方へ転線していきました。本当でも神奈川新町のところは複雑なポイントがたくさんあって面白いですね。この普通列車は3線区間の対比線を走っていますけど、ここでちょっとしたダイヤの乱れが起こると、この辺から快特の姿が見えてきて、小安駅着く前にはもう抜き去っていくんでしょうね。本当でもこの区間の普通列車はのんびりと走りますよね。対比線走ってるから、まあ追いつかれても勝手に横を通り過ぎてちょうだいっていう感じで走ってる感じですね。まだね、乗車中に快特列車が抜かしていくっていうのを見たことないんで、まあそのうち見ることができればいいんですけど、車掌さんも忙しそうにドア開けたらすぐに通過のアナウンスをしてます。快特泉岳寺行きが高速で通過していきますね。さすが赤い彗星、早いですね。先ほど赤い彗星と言いましたが、京急は他にも浜の赤い稲妻とか路地裏の超特急とか、そんな風に呼ばれてるんですね。そして3、4番線ホームの斜め上には JR 横浜線が走っています。小安駅の横はすぐ JR の横浜線、そして東海道線と京浜東北線、そして横須賀線ですか、今スカレンジ E235 系ですねが見えましたけど、ここは本当鉄道の密集地域なんですね。鉄道路線の、そして1、2番線下り線の方なんですけど、今通過電車が通っているんですけど、今はないんですけど、以前は1番線に普通列車が入って2番線を快特なんかが通過していったみたいなんですけど、このように線路も錆びてますし、今はたまに回送列車とかが止まる程度らしいんですね。見たことはないんですけど。そして
ここだけ一番線の線形だけなんか S 字カーブになってんですね。先の方がここ小安駅2番線3番線4番線は弧を描くようなほんと綺麗な曲線なんですけど、なぜか一番線だけ S 字カーブになってんですね。少しカイトクがまた通過していきました。そしてやっと普通品川行きが見えてきましたね。やはりのののの運転していて抜かれても全然動じないという。普段大体でもどちらかと言ったら普通列車が止まってカイトクが抜いていくパターンのが多いんですかね。ちょっと一日中いたことないのでわからないんですけど、珍しい追い越し場面が見れる小安駅、来てみてはいかがでしょうか。それではこの辺で、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。